いどうも、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに取り組む生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。よですね、カリー食堂さんに行ってまいりました。カリー食堂さんはもともとは曲がりカレーでやられてたんですけども、この度めでたく実店舗をオープンさせたということで、しかもまた高円寺に、もうカレーの街といっても過言ではない高円寺にオープンしたというわけで、早速行ってまいりました。それではご覧ください、本日のカレードン。こちらがカリー食堂さんのメニュー表、すべてのメニューが一度に食べれるスペシャルカリーセットを本日はチョイスいたしました。期待に胸が膨らみます。最高のスパイスの香りとともにやってきたその一皿は、見るものを全て魅了する、そんな一皿。サンバルや副菜まできっちりついて、もはや早く食べたい。ごろりと入った柔らかそうなチキン、そしてこちらのマトンのキーマは別皿でいただけます。それでは早速いただきます。まずはいつも通りチキンのルーの方から。一口食べると、もはやそのスパイス感と幸せの口いっぱいで、本日もマトンのキーマの方は、その肉感とマトンの香り、そしてひよこ豆のアクセントが最高。熱いので気をつけよう。ホロホロのチキンの方も最高で、スパイス感と相まってそのボリューム感も満足。チキンの旨味やジューシーさが伝わってきて最高の一口。人参の和サンバルの方は口当たりもよく食べやすい仕様。そしてそれぞれの副菜たちはカレーにも合い、そしてご飯にも合い、ご飯がどんどん進む、そんな副菜。濃いめの味付けが個人的に好みです。ゴロゴロと入ったチキンをほぐしながらカレーを食べ進め、そしてマトンのカレーの方をライスへダイブ。どんどん混ざり合っていく、その感覚がもはや楽しく美味しい一皿。ご飯になるとそれぞれのカレー、そして副菜たちを混ぜ混ぜしながらどんどん食べ進めていく。様々な味変や食感が楽しめる、そんな一皿は隅々まで計算され尽くした、そんな一皿で最高でございます。これからどんどん人気店になること間違いなしのカリー食堂さん、本日も満腹ごちそうさまでした。高円寺にまた絶品スパイスカレーのお店。本当に一つ一つのもう副菜だったりカレーだったりが、本当にスパイスもきっちり効いてますし、その一皿としてのその一体感もきっちり、本当に絶品の一皿で、チキンの方はまあ辛みも普通ぐらいの辛さで、スパイス感もありつつ優しめのカレー、そしてラムの方がね、結構キリッと辛くて、でまた肉感とこの豆のね相性も良くて、混ぜ混ぜしながらも食べれますし、で副菜がね、またご飯が進むんで、これまた美味しいという、もうやっぱりね、高円寺に来たスパイスカレーで、しかもまあこっから多分、まあ、おそらく人気にはなっていくと思うんで、本当にお早めに行くのがいいと思います。本当にね、やっぱり一皿のもうクオリティといいますか、一つ一つが隅々にわたってまで最高だったんで、ぜひおすすめのね新店舗なんで、皆さんも行ってみてください。高円寺にできましたんでね、食べ歩きなんていうのもね、高円寺でいっぱいできるようになってまして、もうスパイスカレーのお店もいっぱいできてきたんで、ぜひ高円寺という街にも注目しながら、食べてみていただくのはいかがでしょうか。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。